女二西金は、白木の第十一代の王であり、生は昔。父は、第九代のバツキウ西金の大使の骨生、勝文王。母は金阿賀、道くず、文王の娘の玉坊夫人。王妃は、先代の中井西金の娘の阿美恵夫人。三国式白木本に、女二西金記の文中には諸奮とも記される。先代の中井西金が百三十年三月に、 死去した時に、その遺言に従って王位についた。中井西巾の大使でもあった遺産の昔うろを取り立てて国防に当たらせた。除分西自身も232年4月に和人が首都近所に攻め入った時には出陣して、和人を壊滅させ、騎馬隊を派遣して、死級戦を挙げている。和人との交想はこの後も233年5月、7月と続き、昔うろが、 馬人の兵戦を焼き払って撃退した。245年10月には、高栗東川王の侵入を受け、この時も昔ウロウが出て防戦したが、勝てずに、馬頭作まで退却したという。231年7月には、関文国を討伐してその地を、白木領内に軍として組み入れ、236年2月には、骨抜国の国王が民を連れて投降してきたことを受けて、 同じように軍として組み入れた。この際に、元の骨抜国王らには、邸宅と電磁を可視し,して、安全を保障した。在位18年にして247年5月に死去した。埋葬地は伝わらない。ありがとうございます。